スタイリング、まあ1920年代ですからコーディネートしたやつを着せて、女性販売員にどう彼と寝れるって聞いたら、皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松田一です。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はおしゃれになろうということで、メンズファッションを学ぶ映画5選ということについて、今日は高木浩一先生にお越しいただきましてお話をお伺いしていこうと思います。はい、高木浩一先生はモード学園の現役講師でありながら、はい、そうですね、今2校で教鞭を取らせていただいてます。はい、はい、そして一流に見える服装術をはじめ数々の著書を出しておられるということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、70歳71歳ということで、はい、ございますけども、そんな高木先生にお伺いするのが、メンズファッションが分かる、やっぱ映画にはいろんなヒントがあるって言いますね。はい、まずね、映画はなんぼね、僕の本読んでもね、見る資料が少ないじゃないですか。映画はどうでしょう。映画はもうその時の時代背景とかそういったものが全ての情報が集約されてます、ね、同じ映画、例えばここを見ようっていうのと、あらすじ楽しめたら楽しいっていうのと、うわ、着てる人の服装を見るだけでも楽しい、衣装係、これはもうアメリカなんかどれだけスタイリスト火を使ってるか、まあ、今日もそのお話をしますけど、そういうのを映画を楽しみ方の一つに加えていただければファッションも楽しくなるというお話で、映画監督が誰々でどうのこうのというようなお話はほぼありません。はい、ということでね、メンズファッションが楽しめるというか学べる映画、今日は5選ということで厳選してお届けしていただこうと思います。ぜひですね、この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方はいいねボタン、またですねチャンネル登録をして一緒にセンスをね磨いていきましょう。また今日ですね、私もこんな映画見たことがあっておすすめですとか、また今日の中でも見て、ね、感想だったりとか疑問質問コメントの方でねお待ちしておりますので、ね、とっても励みになりますので、ぜひコメントいただけたらと思います。はい、今日3本撮りということで先生、そうですね、今日は衣装ずっと一緒で場所も一緒で、場所も一緒でちょっとなんか暗くなってきちゃいましたけどね。そう、もうちょっと人使い荒いんですよこの人はい、連続で撮ってますけどもさあ、ということでまず一つ目の映画なんですけど、あ、そうですね、もうこれは絶対外せないというのが華麗なるギャツビーですよ。あ、これはもう2本あるんです。同じ、まあ、あのフィッツジェラルドのグレート・ギャツビーという小説を映画化してるんですけど、初めはね1974年カレーなるギャツビー。どんなカレー好きですか。インドカレーと、もちろん小箱を言ったらキーマカレー、キーマカリーね、それとか最近だったらビジタブル、はい、とんかつ乗ったやつとか、そうですね、あのカレーは体にいいらしいです、はい、のカレーではなく、そうではない、はい、そうグレートですね、カレー、はい、1番、はい、カレーはここ1番、ここ1番ですね、はい、話を戻します。カレーなるギャツビー1974年、これはファッションはラルフ・ローレン社が担当しました、うん、でその次が、まあ、同じ小説をもう一度、映画化したのが2013年、これは女性の方はプラダ・ミュウミュウで、アクセサリーはティファニーです。さあ、メンズの方はどこでしょう。ブルックス・ブラザーズでしょうか。大正解。というふうに、非常にプロが集まって衣装を作ってます。華麗なるギャツビーってどんな争いかご存知ですか。まあ、非常に華麗な話ですよね。そう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 、華麗なんですよ、華麗はしょうもないな、でもウケる。はいはい、なんかまあね、壮絶な話です本当に、アップダウンの。あ、そうなんです。ね、これ一応小説は、あの回想、ちょっと心を痛めた男性がですね、まあ設定が面白いんですけど、ロングアイランド、これニューヨークから言ったらいわゆる別荘地ですわ、高級別荘地、そこにでっかい館が住んでる男性がいてる、これがギャツビーさん。でその隣に粗末な
住まいがあって、そこにその主人公がたまたま住む。すると時々派手なパーティーとか隣の大邸宅でやってるんですね。でこの彼がいわゆる回想として書いた形が小説なんです。回想わかりますよね、こう 朝やるやつ。体操ですね。あ、体操か。あれは髪の毛が入ってくるやつですね。そう、食べればね、はい、わかめとか。じゃあ話を戻しますね。でそのギャツビーさんというのは時々膨大な費用を使い、ね、もうニューヨーク中から素敵な人が集まる、そういうことをやってる。で何を目的でやってるのかもわからない。でギャツビー自身に会ったことのない人の方が多いというようなところで、まあ1920年代が舞台です。いわゆる1929年のニューヨークの大恐慌の前の大繁栄の時代です。日本でいうと大正時代ですね。大正時代は生まれてた？ギリギリ生まれてないです。あ、惜しいな。大正、大正時代皆さんご存知ですよね。日本だとモボ、モガ、モダンガールとか、モダンボーイといういわゆるそのそういう西洋のファッションが入ってきたものが次のステージに上がってた。いわゆる第一次世界大戦で、まあ、またちょっと話長くなるから戻しましょうね。という1920年代です。アメリカはですね、アルカポネは何で儲けたかご存知ですか？アルカ、タバコですか？ああ、惜しいな。禁酒法。その時期アメリカではお酒が禁止されたんです。頭おかしいですよね。そんなん禁酒して、だみんな飲まんようになるかと。で、アルカポネさんたちは、いわゆる密造酒で儲けられた。でそれがいわゆる1929年の大恐慌という形につながった、その一番時代としても華麗な時代だったわけですね。でそこで、ギャツビーさんが、まあ、大パーティー、まあ、このシーンはもう映画の中ではいくつも出てきます。すごい華やかなシーンですね。そうそうそう。でところがですね、これ最後は割とちょっと大変寂しいエンドになるんです。やっぱりね、日本も一緒でしたね。バブルで華やかにやってたんがどこ行ったか分かれへん、噂に聞いたらかわいそうにというような時代は、これ人類の歴史と一緒に繰り返してるんですね。でその華やかなところをこの華麗なるギャツビーのスタイリング、まあ1920年代ですから今日マスさんが着られてるようなスタイルの本そのままですね。かっこいいですよね。あ、かっこいいですよ、ね、クラシカルな、クラシカル で、まあ、女性も派手、クラシカルで素晴らしいですけど、男性にとってはもうメンズの原点の時代だと。これはもう見応えが非常にあります、はい、ぜひぜひ、見ていただければありがたいかなと、はい、1本目は華麗なるギャツビーということで、はい、そうです。では2本目を、はい、マサは何人？日本人から。あ、そう。では2本目いきましょうか。はい。ということで、2本目はですね、もうこれも説明いりません。おまけで、2本目というより 1.5 本かな。007。何してる人でしょう？スパイですか？あれ、何ですか？そう。基本、国家公務員です。国家公務員ですね、一応ね。そう。国家公務員なんです。はい、あのね、そのスタイルを見るだけでも楽しいですよね。でもタキシードとか素敵ですよね。さあ、かっこいいですよね、うん、それもちゃんと一番オリジナルですから、本物のメンズスタイル、はい、ブリティッシュの原点です、うん、これもちゃんと英国らしくちゃんと作ってるってことですね。そう、それがだってもう今や国を代表するあのキャラクターですから。だって映画の中にあの亡くなった女王まで登場させてるんです。そうですよね、でタキシードもあのウイングカラーを合わせるっていう方いますけど、どっちかというとそれアメリカスタイルですけど、あ、ちょっとレギュラーカラーに超ネクタイをっていう形で、うんうん、そういうことも学べるわけですね、まあ、この後ちょっとアメリカの映画も紹介しますけど、やっぱりメンズの原点としては007のシリーズ、ぜひぜひご覧になってください。はい、ということで2つ目は、はい、007ってことでしたけど、はい、3つ目いきます。3つ目はですね、今の、松さんのお話もあったんですけど、シングルマン。これはね、私かなり上位に食い込むぐらい大好きな
そう、映画です。トム・フォード監督ね、グッチのあのクリエイティブディレクターしたトム・フォードが映画監督のデビュー作です。このシングルなんですけど、映像がどれだけ綺麗か、それとコリン・フォースのかっこよさですね。あのなんていうのかな、年を重ねる男の見習いたいですね。出てくるね、こうスーツがかっこいいんですよ。映像も本当に綺麗、もうあのトム・フォードの完全主義がもう本当に映画になってますね。音楽も良かったですね。あ、素晴らしいですね。ぜひぜひ、顔は真似できませんよ、コリン・フォースの。せやけど着るものの雰囲気は真似できます。はい、これはどんなあらすじだったんですか。これはね、コリン・フォースは、最初に交通事故で妻を亡くしてしまうんです。そこも水中から脱出するのがね、すごい綺麗な映像で、フルヌードでその上に上がっていくんですけど、いやまあもうオープニングからすごいうわっていう感じで、で彼はその事故で亡くした妻のことは忘れられずに、もう自分ももう自死しようかなっていうふうに傾いていく大学教授の役です。それはもうかっこいいですやっぱり。でところがもう今日最後の日にしようかといった時にいろんなことが起こりだすんです。ですよね、まさかの、まさかの、まさかの、はい、人生はね、よく言います、上がり坂下り坂まさか、はい、なんですよ、はい、だからね、もう下り坂やから終わりやと思わずにまさかがありますね。上がり坂でうわー到達したぞできたぞと思って油断するとまさかがあります。あると思うな金と親と金、ないと思うなうんと災難ね。ちょっとうちの親父がいつも言ってた言葉な。床屋のオーナー、そう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 。じゃあ話を戻します。はい、ということで、はい、シングルマンですね。はい、そして4つ目、はい、4つ目はちょっと古い77年、アニーホールです。おお、これは気が張ったことあります？これちょっとなかったです私。あ、そうでしょうね。皆さんご存知、年代の方だったらウッディ・アレン、うん、名前は聞いたことあります、うん、ウッディ・アレンね、はい、彼はもうずっとニューヨークを舞台に映画を当時撮ってました。でこの、映画も主人公も、あ、主演ももちろんウッディ・アレンなんですけど、脚本も共同ですけどウッディ・アレン。でも設定はですね、売れない、まあ日本で言ったら芸人ですね、いわゆるステージで、まあ、漫談みたいな話をする芸人。それで、その彼がクラブ歌手である彼女と出会うと。で、まあ、アメリカですからすぐ話があって同棲するというのの最後の別れまでの、まあ、お話なんですけど、まあ、ウディ・アレンの70年代の映画というのはすごいウィットに飛んでて、まあ、僕ら見てて日本人からしたら精神科医の先生とか、それからすごいセクシャルな会話とか平気で出てくるんですけど、そこはちょっと違うけど、やっぱり都会で生活するニューヨーカーのスタイル。だからファッションもすごいウッディ・アレンらしい、ちょっと崩れたアメリカントラッド。これはなかなか大人に向いてると僕は思いますね。なかなかちょっと崩れたアメリカントラッドを見る映画ってないですよね。そうそうそう、まあ、彼自身がやっぱりそのスタイルが好きでしたからね。うん、ぜひぜひ、ちょっと先ほどの今までご紹介したシングルマンと全く真逆にの服装になると思います。なるほど、崩し方っていう意味ではこの映画がおすすめということでですね、はい、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ5つ目ということなんですけども、はい、これは、ま、ちょっとマイナーになります。マイプライベートアイダホっていう映画なんですけど、これ1990年代のが舞台で、ちょっとまたアメリカらしいですけど、家出してる少年2人で何して食べてるかというと、体を打って、いわゆる古い日本語で断症という、まあ、アメリカでしたら普通にいたはる
ね、若い2人、俺はそれを兄貴を頼って隣の州、いわゆるアイダホへ行くわけです。アイダホにファッションなんかあんのって普通思いますけど、このファッションはね90年代のいわゆるストリートファッション、それからグランジっていうような反社会的なスタイルの、これすごいファッション関係者だと必ず見てるって言われてる映画なんです。いわゆる一つのデザインの発想の源になったりとか、あの大きな商業的な成功をした映画ではありません。で、それはあの男女若い体打ってる男性2人の映画ヒットするはずないよね。そうです。見に行きます？いや、なかなかあの誘いづらい映画ですね。誘いづらいよね。まあそういうことで、ちょっと映画の内容は別にして、彼らのいわゆるちょっとオーバーサイズの合わせ方とか、ストリート系のテイストとか、これは今までになかったやっぱり一つの、まあよく言えば逆の参考になるかなと皆さんには思います。で、これで一応5選、はい、今日はおまけがあります。おお、6個目があるんですね。6個目がある、はい。5選って言えば5本ですよね普通。そうですね。じゃあ6本目、これは僕大好きな映画なんです。ラブアゲイン。これも筋が話すると非常に複雑なんですけど、このラブアゲインもあんまりヒットしなかったんです、商業的には。でもね、中身はすごく勉強になります。僕時々あのスタイリスト家の教材に使ってます。どんな映画かというと、オープニングはね、25年間連れ添った夫婦が車の中で奥さんから私浮気した、だから離婚してって当然言われてしまう、でこの大真面目なご主人は車走ってんのにそこで降りたぐらいショックやったわけ、ね、近くで似たような話最近多いですよ、ね、それでそっからですね、まあ離婚して一人になって、まあ、アルバーで、まっ全く服も、さっきの前回もお話したように自分の服装も気にしてない、見え方も気にしてない、女性も口説いたことがないというような人生を送ってきてたわけですよ。彼にふとしたことで、いわゆるそのいつもおしゃれ、その上恋愛も女性を口説くのも上手で、毎晩そこのバーでお持ち帰りをしてる、そのプレイボーイがそのもう希望も夢も何もかもなくしてる男に、どうしたら女性にモテて、どうしたら女性と恋に落ちれてということを教えていくんです。それがね、画面で例えば履いてるスニーカーその場で捨てさせてとか、それからヘアカットを行く、それからコーディネートしたやつを着せて、女性販売員にどう彼と寝れるって聞いたら、販売員はいいかもって言って彼はびっくりするわけです。こんな服で変わるんだっていうことですね。そうこれ事実なんです皆さん、これは僕が言うてるんじゃなくって、映画での解説でお話してるわけ で彼はその通り見た目が変わる、でそこからバーで女性との話の仕方も練習するんです。するとそのプレイボーイの彼みたいに女性を初めて家に持って帰ったりするわけです。でその持って帰った女性が自分の息子の先生やったんですけどね。そういうその辺ではもう非常に入り乱れた形でラストを迎えるんですが、それでそこでですね、まあ会話、スタイリング、それで人生が変えれるっていうことを彼は覚えるんですね。ところがですね、ある日そのプレイボーイが来なくなる、毎日のように連絡して飲みに行ってはお持ち帰りしてた。でちょっと経ったら結婚したい、お前がなんで結婚したんやんって言ったら、いやこんな素晴らしい愛があるとは知らなかったということで、で連れて、結婚すると
ということでもう行かないということになって、彼はまあそのまま生活を続けるんですけど、ある日別れた嫁はんとの間の娘さんが結婚したい人がいるからお父さん会ってくださいと、あらで行くとそいつだったまだ顔でこう凄まじい、このそうそう凄まじいんですよ、はい、でそのまだ違う伏線もありまして、親友の娘さんがいつも彼の家に来てて、でこれ話すと長くなるんで、これがみんなまたぐるぐるにややこしくなってくるんです。これはちょっと見ないといけない一本ですね。もうこれはねぜひ見てください。ラブアゲインという本当に素晴らしいと私は思いました。で、まあ、最後はハッピーエンドです。その関係のできた先生に教えてもらってる自分の子供が最後の発表会で発表するときに、まあがきっかけとなってラブアゲインでもう一度2人が本当の愛に目覚めて戻ると。いい話ですね。最後はいい話ですよ。あ、なるほど。でも、はい、本当にこれを見てる方でも、まあ、服装とか関係ないよって方もたまにいらっしゃるかもしれないですけど、それぐらいこの映画を見るとガラッと変わるってことが見えるんですね、うん。まあ、このテレビチャンネルを見ていただいている方は多分ファッションに興味がある、もしくはファッションを変えたいと思ってる方だと思うんです。はい、あ、そうですね。このラブアゲインご覧になったらほんまにそうやねなというのはもう確信していただけます。はい、いつも言うように幸せの数は多い方がいいんです。何度も言いますけど、服もメガネも靴も安なってます。誰でも楽しめますから、ぜひぜひ幸せの数を増やすのに、まあ、今日は5000プラス1ねということにで映画をご紹介させていただいたんですが、映画は疑似体験ができますね。自分が生きたことのない1920年代のアメリカの様子も分かる、ね、それから70年代のニューヨークのライフスタイルも分かる、ね、そこの美味しいとこをつまみ取って2024年のご自身の人生に生かす。これは徳川家康でもできませんよ。豊臣秀吉でも無理でした。でも僕らはできるんですね。ぜひそれを生かしましょうよ。はい、ということで今日おすすめ映画5プラス1ということで、はい、おすすめを教えていただけました。メンズファッションの、ね、参考になる部分たくさんあると思いますので、まあ、ぜひですね見た方はコメント欄で感想とかねいただけるととっても嬉しいです。これ以外にも皆さんのおすすめのメンズファッションが分かる映画あればね、ぜひ教えていただければと思います。はい、またですね疑問質問、これから高木先生だったりとか、まあ、こんなこと聞いてみたいなってこともコメント欄の方で書いていただけるととっても嬉しいですし、ね、そして皆さんの、ね、お悩みにも回答していけるということでコメントの方いただけるととっても嬉しいです。はい、そしてですねコメント欄がわからないという方は、今日のこのスマートフォンで見ている方はタイトルを押していただくと概要欄が出てきます。そちらの方で概要欄じゃないですコメント欄コメントを書けるようになっています。はい、そしてですね今日見ていただいた高木浩一先生ですが、数々のファッションの本を出しておられて、なんと三刷りになった本があるということで。ああ、そうなんですね。これはね、業界のアパレル業界の仕組みとビジネスが分かる教科書という、まあ、教科書シリーズ、業界を紹介していく中のアパレル業界の一冊を書かせていただきました。はい、これと、そしてまたね、ロングセラーは一流に見える服装術ということで。はい、ありがとうございます。これを見ればファッションが分からない方であったとしても合わせるアイテムが分かって体型的にはものが分かる、はい、読売新聞が推薦紹介を月2冊してくいただける欄がありまして、そこでご紹介いただいて、それはすごいですね。本人が一番びっくりしましたから。はい、ということで今日ご紹介したですね今の本、それ以外もですねかなりお役に立てる本あると思いますので、高木先生の本に関しては概要欄の方に貼っておきます。そちらの方から押していただいて Amazon で購入もできますし、お近くの書店で手に取ってみても良いと思います。はい、じゃあ最後に一つ、はい、最後までご覧いただいた方の大特典です。ご質問はこんなしょうもないこと聞いたら怒んのにちゃうかっていうのも大歓迎ですから、どうぞ遠慮なくコメントお待ちしてます。はい、ということでね
コメントもお待ちしております。またですね、少しでも役に立ったなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をして一緒に戦争を見ようきましょう。さて、明日何今日、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。